射程距離の外へ。何をやっている、ジョルノ・ジョバーナ。麻薬をやっているこの腕にショックを受けて彼は一体いくつだろう。あんたはそう思っているでも麻薬を売っているのはあんたのとこのボスだ。あんたはもう僕を殺したりはしませんね。なんだと、それはつまり俺たちの組織に入団するということか。本気で言っているのか。ええ、この町を乗っ取るには町を支配する組織に入ってのし上がっていくしかない。しかしだ、もしボスを倒そうとしていることが途中でバレた時は、俺たちの組織はこのネアポリスのあらゆる産業を支配している。彼はこの建物の中にいる。この建物って、ジョルノ・ジョバーナ、君はこれから彼の面接を受け合格しなくてはいけない。合格すればな。ではそこに立って両手を頭の上に。あなたが通った後ゲートは閉じます。何かあった時は叫んでく。怪我でもしているのかね、その左腕。まあそうです。右手だけでカバンを持っていました。何も渡してはならないし、何ももらってはいけないと言われています。ポルポ、の礼拝堂のミケロ、刑務所を出る必要がないんじゃなく。どれ、それじゃ面接試験を始めるとするかな。いや、ひょっとしたらこのポルコ、ブチャラティと同じようにスタンド使いなのか。ボディチェックを受けた時にちょっと借りてきたんですだがね、最も大切なことというのは他にある。手に取りたまえ、炎を消さないようにな。24時間君にその炎を消さずにライターを持っていてもらう。だが君がもし私のことを軽く考えているような男なら、24時間だよ。ボディチェックします。僕は必ずパッショーネに入団しなくてはならないんだ。面会人、手のひらを見せなさい。チェックします。ライターを花に変え、炎を花びらの中に隠した。危ないところだった。すまんけど少し持ってもらえんか。嫌です。これでライターは倒れないし、空気が多少動いてもライターの炎はガードされる。ノックもせずにドアを開けるやつは、こいつは人の部屋に忍び込むなんて泥棒みたいだけど、いや泥棒はあいつだ。ゴールドエクスペリエンス、なんてことだ。ライターが見つかってしまった。こいつはまずいぞ。あれ、おかしいな、確か火のついたライターが。いやしぶきだけで水がかからなくてよかったよかった。いや、そんな甘いやつならこんなテストで僕を試したりはしない。おお、やっぱり出とるよ。点火ボタンはこれかの。おかしい、再点火できるなんて絶対におかしい。一つは生きて選ばれる者への道、さもなくば死への道。選ばれるべきものではなかった。選ばれるべきもの、チャンスをやろう。向かうべき二つの道を。再転化するところを見た者は無差別に襲ってくるのか。じいさんは魂をこの矢に刺されて死んだが、僕はどうなるんだ。消えるなんてありえない。どこかにいるはずだ。動きがゆっくりでもパワーは強いままだ。全く身動きできない。影だ、やっぱり影の中だ。どうする、こいつは待っている。日が暮れるのを僕は窓から見てたんだからな。見てた、だってあすごく痛い。惜しい、近くに影があったから逃げられた。イタリアにもあったなんて、何をやってるんだジョルノ・ジョバーナ。ヌストのお前に恩ができたなんて思わないからな。2年前、
僕はあれによく似た矢に刺されてスタンド能力を身につけた。